はい、どうも、こんにちは。小林隆史家でございます、えー。今日、まあ、さっきと言ってもいいけど、お昼前ぐらいに、10時からか、えー、っと、アメリカの大統領選のその討論会、初めての討論会、えー、がありましたね。見ました僕、YouTube の、えー、ライブでその、えー、同時通訳入ってるやつをね、えー、見たんですけどもね、なかなか面白かったので、その話をしたいと思うんですけど、 あのバイデンさんと、まあ、トランプさんが2人でまあ話すとで、司会者がいてこう振ってやるんですけど、あの面白かったというか、今回、えー、討論会で何か問題、話題になりそうだなっていう2つのスキャンダルがあって、まあ、1個は、まあ、トランプさんが税金をここ10年、15年、ほとんど払ってないみたいな話、まあ、がトランプさんの方にあって、で今、政策以外の話をするとねで、バイデンさんの方は、これもかなり大きな問題なんですけど、実際は。 息子のハンター・バイデンさんっていう人が、えー、彼が現職中に、まあ、副大統領をやってる間に、えー、中国とかウクライナとかから、コンサルティング料みたいなで、多額のお金をもらっていたという問題、これが2つ、ちょっとスキャンダルとしては持ち上がってたんですね。で、ただ、まあ、トランプさんのやつに関して言うと、はっきり言って別に合法的にやっているので、別にその脱税をしたとか、それ犯罪みたいな話ではないですね。ただ お金持ちのくせに税金払ってないんだっていう、その、孫さんとかソフトバンクみたいな話だったんですよね。だからまあ、それもなんかまあ、討論の中ではぐちゃぐちゃっとして変な感じでしたし,し、バイデンさんの方、このハンター・バイデンって息子の問題についても、なんか、そんなの嘘だってうやむやにした感じで、結局、はっきり言ってこっちの方が政治的にも問題大きいと思うんですけど、なんとなく、 その辺のスキャンダル関係はふわふわした感じで終わりましたね。であとはまあ政策論とかいろいろ戦わせたんだけど、で、終わってみたときに、なんかマスコミとかは、えー、バイデン氏優勢の味方みたいなことになっているそうです。よくわかんなかったけどね、そうは見えなかった。ただ、えー、僕も前もって聞いていた、バイデンさんもボケちゃってんじゃないかっていう、地方が進んでんじゃないかみたいな話を、なんかね、いろいろニュースで出てたんで、 あの、ちゃんと見てみたら、そんなことなくてね、あの、ちゃんと喋ってたんで、あ、じゃあ、そんなに、その、本当にボケちゃってどうにもなんない、赤っ端の討論会になるのかと思ったら、そんなことはなかった。みたいなところがね、ああ、なるほどと思ったところですね。ただ、まあ、優勢なのかなっていうのは、ちょっと疑問があるんだけど、さあ、そこで、こっから僕の妄想に入っていくわけなんですけども、あのね、基本的に、その、 バイデン優勢だって言われ始めて、少し株価がこう下がり始めているところみたいなんですけどもね。で、あの、大統領選挙前に株がすごい下がると、現職が落ちるっていうのが今までの割とベースの考え方としてよく起こってたことらしいんですけど、ただ今回ね、そのバイデン氏優勢で株価が少し下がり始めたっていうのがあるじゃないこれは、おそらくですけど、バイデンさんの政策って、 富裕層お金持ちに増税をしましょうとかあとはその金融取引に、えー、もうちょっとちゃんと税金かけましょうっていうねどっちかっていうと増税の問題を、まあ、取り上げてるんですよね政策として。でそれがもしかしたらこの先その株価ウォール街っていうか株価にすごい影響を与える可能性も出てくるじゃないこの辺がちょっと面白くて、えー、っともしかしたらだけどバイデン優勢優勢ってもし なればなるほど株価が暴落大暴落みたいなことが起こった場合になんか優勢だ優勢だって選挙の報道はなっているのに株価が落ちてくるせいでみんながあれバイデンにするとやべえのかなもっと経済悪くなっちゃうのかなって思い始めてやっぱり減税してくれたトランプの方がいいんじゃないかマシなんじゃないかと思ってもしかしたらこう逆にね投票する時にはやっぱりトランプにしようっていう人が増える可能性 みたいいいななななシナリオも考えられなくはないんじゃないかとそうなると株価が暴落しているのに現職が通るっていうなんか矛盾したというか不思議なことになる可能性が出てきたのかなとか思ったりしてますね。ただですねこの富裕層に税金ちゃんとかけようとかあのまあトランプもそうだったけどさ <laughs> 税金も払ってなかったけどとかあとその金融取引とかにもっと ちゃんと課税をしなきゃいけないっていうのは長期的に見ればそうしないと多分 <laughs> ダメなんだと思ってるんですよねだってそうしないとアメリカのその格差ってあの元通りには絶対にならないというかま広がる方にはいっても良くはならないからねだから政策としては合ってるような気がするんでちょっと何とも言えないんですけどねでそんな風にもし逆にその触れて、えー、トランプさんが当選したとしてその方がアメリカにとっていいのかどうかも あるいはバイデンにした方がいいのかどうかも結果としてはどうなるかは全然わかりませんっていうのが僕の考え方でございますただちょっと面白そうなシナリオも考えてみたという感じかなはいそんなわけで、えー、夜は、えー、生配信やりますからね、えー、よろしくお願いしますそれじゃあバイバイ